ただきます。こんにちは、今からランチを食べに行こうと思います。はい、今日はカレーの気分なのでカレー屋さんに行こうと思います。ちょっとあったかい時はカレー食べたくなるな。私はもう一年中食べたい、大好き。余計食べたくなる、元気になるっていう感じで、とりあえず向かいたいと思います。はい、お腹減ったな。めっちゃお腹減った。みっこはどんなカレーが好きなんですか？私は結構薬膳とかスパイス系のカレーが好きです。なるほど。けんちゃんは？俺もみっこと一緒にいてからそっち系が好きになりました。美味しいよな。うまい。If anyone's in town, scrolling through the phone on a Sunday, just hanging around. Hi, ありがとうございます。すみません。こちらはチキンカレーです。すごいチキンゴロゴロ。いただきます。美味しい。だいぶ近いね。これは豆乳チャイ。いただきます。今日はモノトーンのデニムスタイルです。このトップスは襟周りがスクエアにカットされているのでデコルテがとても美しく見えます。今日みたいな外でしっかり歩く日はドリスバンノッテンのローファーを履くことが最近多く、さらに白のキャスケットをかぶることによってコーディネート全体にグッド品が出るので、今日はこんなスタイリングにしてみました。今から旦那さんと夏宿をちらっと見に行きたいと思います。行ってきます。なんか涼しくてめっちゃ可愛いです。え、嘘、履いた？お揃いやん。まためっちゃ可愛くない？でも合わせやすいよな。あ、こんにちは。こんにちは。突然くぼりさちゃんです。何やってんの？今終わってここ行ってみよう。あ、お疲れ様でした。明日も会いますね。はい、よろしくお願いします。明日もよろしくお願いします。これメンズのやつやん。メンズやけど、S でたっぷり。あ、なるほどね。意外とさ、なんかさ、めっちゃ冷えるって。こういうのさ、ちょっとこう、持っといて、で、寒かったら来たらいいやん。なるほど。すいません。ありがとうございます。今日はこちらのハイラインの帽子、前回サイズがなかったので今日は特別に木島さんが作ってるところを見せてもらいます。
今日はこの帽子をイメージして全身ブラックのコーディネートで来ました。こんな感じです。これは2番のサイズなのでちょっと大きくて、かわいい、かわいい帽子作ってるとこも初めて見るし、しかも自分が被る帽子を作ってるとこを見させてもらうなんて幸せすぎます。楽しみです。アトリエはまた別の場所。よろしくお願いします。楽しみ。自分から見たらずっと見られてたら嫌ですよね。嫌ですね。小野さんの帽子、はい、この形で縫っていきます。材料これなんですね。紐です。もう朝です、マニラ朝一本の長い紐をこの形に縫い上げていきます。それ専用の帽子用のミシンですね。これが矢島さんというところのミシンで、今はもう生産されてないミシンで、帽子専用のミシンになります。はい、すごいシンプルなんですけど、へそ曲がりな特殊なミシンになります。うん、もう30年ぐらいお付き合いしてるミシンになります。すごい。最初はちょっとゆっくりで地味な作業。すごい、こんなに一つ一つ少しずつ大きくなってきた。まだまだこれからです。矢野さんのオーダーのやつは、はい、通常のやつより最も細かいものなんですよ。うん、あ、そうなんですか。実は昔からある高級帽子を作るやり方で、後でまたそれもご説明しますね。ありがとうございます。はい、気持ちよさそう。大丈夫だね。わあ、綺麗な手ですね。ごめんなさい、素敵な手だなと思って。やめよう。お、やめるんですか。うん、ちょっと大きいです。この形の場合、やっぱここの角が一番の特徴的な生命線なので、うん、やっぱりそこはしっかりと念入りにやりました。はい、被るところができた。これからツアを作るそうです。すいません、無言でずっとやり続けて、ね、全然もうめちゃめちゃかっこいいです。止まらない理由がありまして、焼き物っていうか、ろくろとかでやったことあります、ね。うんうん、あります。想像してもらうと分かると思うんですけど、はい、ゆっくり回ってると難しいですよね。ねうねうねってなっちゃうじゃないですか。うんうん、それと一緒ですごく早く高速で回すと綺麗に縫えるんですよ。はい、途中でこう止まったり走ったりとかするとうねうねになってしまうんで、うん、一気にやっぱり高速で回すと綺麗なラインが出せるので、うん、止まらずに最後までやり続けるって感じです。ずっともう見入っちゃいました。はい、こんな感じで、はい、流す。はい、完成ですか。完成です。縫い終わりましたと思ったら、実は最後にこれには仕掛けがあります。はい、どんでん返しでひっくり返します。はい、今回矢野さんからオーダーいただいたハイラインのハットはですね、はい、実は昔の伝統的な縫い方を未だに継承している裏縫いと言ってるやり方なんですけど、うん、すごく極限までこの紐の重ねをですね、はい、細かくたくさん重ねることによって、通常表面にはステッチが縫ったところが見えるんですけど、それをたくさん重ねることによって、縫った糸を全部こう隠しながら縫えてるんですね。で、裏側にした場合にステッチ糸が全部こう隠れて見えなくなるので、表面がすごく光沢もあってすごい
綺麗な仕上がりになるという昔ながらの縫い方です。確かに光沢がキメが細やかで、先ほどあの何度か縫い直しをさせてもらったのも、はい、実はこれだけ密に縫い合わせるので、うん、少しの縫い上がりのズレが全くこうごまかしが効かない、すごい密なのでこう詰めて縫ってるので、はい、ぴったり本当にもうジャストに縫わないといけないので、すごくシビアな縫い方です。なんか見ててこんなに繊細なんだってびっくりしました。とんでもないです。もうさらに好きになっちゃう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、もう少しで完成します。でもすごい楽しかった。よかった。あんなの見えないわ、なかなか。楽しみ、完成が。ちょっと生姜ほうじ系入っちゃう。なんだ、なんで私クランベリージュースにしよう。クランベリージュースにしよう。こっちだと一緒に頼んだ。美しいよ。これで見たターンはもうたまらないです。おいしそう。やった。お種類頼んだ。ナミちゃんと。ナミちゃん頼んだよ。神谷。うん。神谷。うわ、綺麗。おお、上手。おいしそう。うわ、これこれ混ぜるやんね、最初。ナイスセレクト。うわ、美味しそう。やばいやばいやばい。どうでしょうか。美味しい。あ、美味しそう美味しそう。あ、いい感じいい感じ。可能性じゃない。念を込めました。